県から、年に一度の千人修行、毎年8月に2泊3日で行われ、参加費は12,000円。修行はおよそ20時間の断食と30分の座禅、およそ1時間の写経、1、2分の滝行など、短い滝行、中にはこんな修行まで。結構甘めの修行ですね。こうして2泊3日の厳しい修行を終えた参加者には、漏れなく仙人認定証が授与。34年間で延べ788名の仙人が登場。この修行、何回でも参加可能で、5回仙人になるとお米をプレゼント。実際に仙人になられた方によると、なんで仙人になろうと思ったの？仙人になってみてどう思いますか？変わりました？心が